はい、どういう。いや、いいっす。先生、はい。ゲットオーバーチャンネルです。はい。これ今 YouTube 撮ってます。どうぞ。今日はですね、郡上の、僕の谷工業高校ラグビー部恩師、石上先生の家に行きました。ここが、郡上、いや、入ります。入ります、先生。郡上の先生宅のラグビーのこの部屋ですね。梁山泊。お、梁山泊。梁山泊。そうです。で、2階のこれ。梁山泊ってはみんな有名。有名な言葉。梁山泊って何？窓から。はい。先生から全部あると思いますが、あのこれラグビーの先生が育てた、生徒たちの。みんなあの写真がいっぱい飾ってありますね。和彦、あのうちのキャプテンです。金丸和彦。よろしくお願いします。どうだ硬い。どうだ硬い。めっちゃくちゃ硬い。で、ジョイさん。大先輩。大先輩。ご紹介ください。中島くんの4つ上かな。はい。渡辺です。もうちょっと前、前来たらいいの。光がまずいな。渡辺さんと翔さん。大丈夫です。ちゃんと映ってます。今日、違う、あの、下に酔っ払いで、みんな潰れて、あの、ね、豊吉とかみんな同級生が潰れてる。けど、はいはい。これ。うん。もういいっす、もういいっす。あと、長島の息子。ありがとうございます。ありがとうございます。で、林克美ね、あの撮ってもらってます。はい、で下に潰れてるやつがいるよね。うん、この辺ずっと、はい、この辺ずっと。これ写真ね。写真その辺もな。これ中島会長おるんだよね。こっち。こっち？こっちやで。わかんない。全く関係ない。これ？ここ？そっち。ここね。どっち？ここっちはメインや。え？克美君。どれですか？これないでしょ。こっちじゃないですよ。こっちですよ。こっち。左の1枚だけがその年代。どれこれ？それ。これ中島会長おる？はい。で、先生。どうなるやろ。じゃあ先生。ですね。僕ってどんな生徒でしたか？もう素晴らしいね。ファイターね。だから画面が震えるやん、もう。余裕ね、それ。ファイターでね、でもまさか、高校時代ラグビー部だったけど、うん、まさかキックボクサーになって、はい、チャンピオンになるとは、私は思わないんだけども、やっぱ根性あったね。ありがとうございます。親がいいですね、親が。ありがとうございます。親がいいですね。はい。だからこの息子んとも親の意を組んで、やはりジャパンのキックボクシングの繁栄のために努力してほしい。はい。ありがとうございます。チャンピオン目指して頑張ってほしいな。ありがとうございます。はい。ね。はい。ね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんかでもこう30年経っても。こうやって先生とこうやって一緒に酒飲めるっていう環境にあるのはやっぱりこうやって先輩方もいて、あと僕同級生もいてっていうのがあってなのですよね。なんで僕も今名古屋に住んでて、バカニーから離れてるんですけど、でもこうやって先輩方、お願いします。ジョイさんと渡辺さん、お願いします。はい。なんで嬉しいですよね。先生が本当に元気でいるっていうのがまず一番の原点ですよ。はい。先生75ですよね。76です。76やね。あと僕の応援団長ですよ。和彦。よきれい。和彦。ね。間に座って。ね。応援団長。僕の現役時代の。あれだけの応援団がいたのはこの和彦がいたからですよ。金丸さん硬いですよ。もうちょっと柔らかくお願いします。ちょっと硬いですよ。
なので初撮影、先生でもカニ工業って結構やんちゃい学校だったじゃないですか、ね、いいね先輩方いますけど、どんな学校だったのか、はい、それはやっぱり工業高校はね、はい、やっぱり匠のたくの道をここに輝き哀れら工業高校絶対ちゃうと思うけど、なんですけど、先生も大変でしたかね。ラグビーからねキックボクサーになる人初めてなもんで、はい、私もねもういやでも先生、そうそう先生の応援来ていただいて、でも僕の原点はやっぱラグビーですよ、はい、体幹ね、そう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 、なんで何よりもやっぱり頑丈で、僕骨折とか怪我もしたことないんですよ、はい、でいっぱい僕36戦とかでキックでタイ人にも倒されたことあるんですけど、チャンピオンのリターンマッチやね、はいはいはい、横断幕作って応援に行きましたよ、はい、どこやったね、国際会場知らず国際会場、はいはい、そうそうそう、はい、ましたね、はい、なんで僕大怪我もしたことないです、でもそれってやっぱりラグビーですよね、すごかったね、格闘技がどんでどれだけすごいって言ってもラグビーの方がよっぽど危険ですよね そうですよ、キックボクシングとか殴り合いなんて変じゃないですよ、ラグビーの方が絶対僕は危険だと思います、ラグビーやってる連中がこれを見ると喜ぶわ、はい、じゃあ絶対格闘技とか K-1 とかで言うんですけど、ラグビーの方が絶対危険です、自分も嫌やな、キックボクサーチャンピオン、はい、キックボクシングチャンピオン、はい、はい、ラグビーで、はい、僕は本気で花園に行きたかったですよ、なんですけど、キックボクシング2つは無理だったんですけど、でもラグビー関商校とかなんだっけ、スクールウォーズで109対0とかっていうの、俺は100何対って言ったんだよね、何、ね、なんか1回ぐらいトライしたぐらいじゃないのあれ、いやあれは岐阜工業、ああ岐阜工業、そうあれだね、岐阜工業俺らの大の時になんかあれ和彦蹴った、和彦じゃないの、あれ栗山後輩、あそうなの、蹴って先制点取ったんですよ、岐阜工業から、んで途中から来た人は仮工業は3対0でそうなんですよ、そのスコアの全然なんとかもね、そうなんですよ、岐阜工業に、あの時の岐阜工業ですよ、ね、そうだね、そう、の 3対0で、カットしたね、一瞬、そう一瞬、でもね、そう、あれ雪とか降って、ドロドロだったんだっけ、ドロン、ペナルティーキックで、そうそうそう、そう、3点正面から、ちょっと距離あったけど、正面から入った。だからね、ラグビーを、僕、ある程度、まあ今キックボクシングだったらもうこんな何年か経ってますけど、もう自信持って今の関係者にも全然僕はある程度の地位は得たんですけど、僕やっぱラグビーがあったからですよね、怪我も大怪我したことないですし、こういうの全部映ったの、全然映ってます、映ってます全部、あ信じますよ全部、中島さん、さっき俺知ってんやけど、庄司さんの息子さんYouTuber やぞ。ああ、そうそうそう。生物、何でしたっけ、生物ロマンでしたっけ、生物ロマン。じゃあ、これ。宣伝しとかな、宣伝しとかな。お願いします。宣伝していいの、登録お願いします。生物ロマン。はい。うちの息子が、YouTube で、生物ロマンっていうのをやってます。そう。おじいには何にもわからへんけど。フォロワーは2万人ぐらい。バカお前、4万、さっき見たら4万9200人やぞ、お前。うちがもうお願いしない。逆にね、逆にね、コラボやりましょう、コラボお願いします、お願いします、ここでこれはコラボやりたいです、絶対やりたいです、すごいですね、でも僕はあれですよ、キックの関係でやってるだけであって、でもコラボしたい、はい、自分で考えてやってる、いや先生ここでやりましょう、コラボYouTube のこれ、先生分かってない、先生全然分かってない、庄司さんの息子さん、
私は意味は分かりないんですが、YouTube の意味は分かりませんね。この後、と庄司さんの息子が来て酒飲みましょうってことですよ。ああ、うん、見れるようにすると、うん、先生のスマホを押す息子、あ、本当ですか、インプットすると、そうすると大先輩今日のやつが見れるって、そう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 、息子にもがアメリカでも見えるってやつ、うんうん、そうそうそう、うちの子供連れてきますよ。ちょっとそのアプリを入れるとか、いろはを教えて、うんうん、はい、ということで、はい、今日は、うん、郡上に、うん、で、今日は、石上先生宅で、うん、ラグビーの先輩方と一緒に、もう下に潰れた人たちもいますけど、うん、潰れた人は後で静止画で編集してもらわなかん、はい、もう中島会長との激アツのシーンを撮りましたんで、チューとかしたよね。チューさせられたよ、うんうん、でちょっとね、はい、ちなみに現役時代中島会長はルール知らずにラグビーやってた。これは事実です。そう、スクールウォーズだけでやってました。持って走るだけ。そうですもう一人でラグビーやるなみたいな。なので、今日、郡上の先生宅に3年ぶりに来て、さあ本当に楽しいことでした。ずーっと周りを映したね。はいはいはい、はい、周り映しますね。はいはい、で、これは立派っすよ。息子さんがこれは立派っすよ、ね、YouTube やってるんで今度コラボしたいです。こういう部屋です。で、ね、うん、で最後配信も映さない。俺は大丈夫っすよ。もういいですいいです。ガツミはね、うんうん、あれですから、うん、かずみのことはいろいろ説明したいけど。いやいや、わかんわかんわかん。わかりました。はい。終わったね。はい。ありがとうございました。じゃあ、ここでゲットオーバーチャンネル。はい。また、ゲットオーバー。ゲットオーバーチャンネルです。ゲットオーバー、頑張れ。うん。登録よろしくお願いします。ゲットオーバー、ファイト。はい、はい。ありがとうございます。おい、豊吉。豊吉、起きやはよ。豊吉。豊吉。朝フルマラソン、お前フルマラソン走るって言って、お前30キロでリタイアした。確かにこいつ17歳の時に早かったんだわ、うん、でなんかお前俺より遅かったからやって言って、うん、今日も言っとった。今日も朝言っとった。今日朝言っとった、うん、30年前の話をしたんだって。なんか中島に負けるなんてムカつくって言っとって、うん、で結果脳が鍛えて今これですよ、うん、でどうやし、あかんなもう YouTube 撮影しよう、はい、もうあかんわ。じゃあもう寝てね。はいはい、おやすみなさい。はい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 、おやすみなさい。先生どうです、どうです。これはただのあれか、これも全然これも編集するらしいさ。するか。いやーやべえ。いや、かずみかずみが部屋落として、部屋いや、ここな、あれがある、あれがある。この辺とか、ラグビーのイングランド&アルゼンチンが、この辺とかな。いや、かずみでも、いや、こいつはもういいから。いや、これあれだよね、かずみが、ちょうど、自分が20、チャンピオンになったぐらいかな、23時かな。で、勝美が、もう小学校から同級生なんで、うん、で、ボーイスカードね、うん、で、同級生で、で、高校時代は喧嘩してました。喧嘩もしてない。結構しゃべるのあんましてないよね。いや、しゃべらんかった、口聞かなかった。そうだった。で、しゃべることも、かずいことをして、こうしゃべってもらう。そう。思ったよな思春期、うん、俺なんか告げとはなんかあった気がする。告げとは仲が悪かった。仲悪かった、うん、だったよね。俺とはなんかもう喋りたくてももうみんな周りからこう喋れん雰囲気にさせられてこう面白がって俺告げ
トはそういうの覚えあるけど、俺カツオとはあんまりない。あったよ。あったよな、あの一時期あった。へえー、あ、半年以上あったんじゃない。そうで就職してからなんか同窓会がなんかあってみんなにからかわれて、おお喋った、喋った、喋ったよな。あ、そうなの。うん、なんだと思う。俺つげとはなんかあった気がするけど、カツミとあったっけ。あったよ。へえー、まあ、でもまた社会人になってから、うん、また長くなって俺の中でよく行くようになったもんで。いや俺遊びに行って、本当にカツミとめっちゃ遊んだ思いが。あの動画やと思ってた。静止画と思ってた。静止画ってこれ。先生動いていいですから。あ、動いていいですよ。静止画じゃないですよ。動画ですから。だからその先生ずっとこうやってやって。カズミと、だからその自分がキックでチャンピオンになって、でね、いろいろあのライオンズマンション、ね、ライオンズマンションに行って、昔のランジョーズライオンズ、そうはい、ということであの石上先生、うん、ありがとうございます。同級生のカズミです。ありがとうございます。いっぱいあのカズイコもみんな映ってくれたけど、こいつ映ってなかったんで。あ、向こうへ、はい、金本、秋元とってこよ、うん、あの先輩がやっとるっていう、先輩たち、先輩たちがやっとって、先輩たち、ね、ということで、はい、あの、3年ぶりの、石上先生、石上会でした。はい、ご苦労さん。またね。あ、豊吉、寝ぼけとるかよ。寝ぼけとるだろう。使え。